皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1995年公開の、キャンディマン2。現代、キャンディマン、フェアウェルトゥーザフレッシュ。監督はビル・コンドン。脚本は、ランドラビッチとマーク・クルーガー。主な出演は、トニー・トッド、ケリー・ローワン、ベロニカ・カートライト、など。伝説の殺人鬼キャンディマンの存在を否定した教授がニューオーリンズで殺され、小学校教師アニーの弟イーサンが容疑者として逮捕される。しかし、アニーのクラスの生徒の一人がある男の絵を描いたことがきっかけで、恐ろしい事実が明らかになる。というストーリー。第1作とのつながりはほとんどない、シリーズ第2作。トニー・トッドのキャンディマンは相変わらずの存在感だが、謎めいた部分を明らかにしたことで、人間臭さが増した反面、怖さは減ってしまったのは評価が分かれる。特に前作では語りと音声のみで演出されたキャンディマンの誕生エピソードを、グロさ満開でビジュアル化してしまったのは愚策。一応、納得がいく形でキャンディマン伝説に終止符を打つものの、この後さらに続編が制作されるので意味なし。ということで、評価は。Thumbs down.